書類にハンコ押し忘れてたぞ。お前こんぐらいちゃんとやれよ。本当は仕事できねえな。はあ？はあって、なんだその態度。うるせえ。何逆切れしてんだよ。てか説教やめろよ。やめないよ。やめろ。やめないって。お前がミスしたんだから説教するの当たり前だろうが。当たり前じゃねえ。社長だぞ。お前平社員の分際によく社長に説教なんかできたね。俺立場関係なくガンガンいけるタイプなんで。知らねえよそんなの。前の会社もそれでクビになってるわけだし。じゃあ学びなさいよお前。なんなんだもうクビだお前。いやちょっと待って、それは違う。そんなな社長にため口でしまいにはな、説教するやつクビだもん。ありえないでも出てけ、今すぐ出てけよ早く。説教しちゃっていいじゃん。だって幼馴染じゃん。ひまわり幼稚園からの幼馴染じゃん。それは言わない約束だろ。泣くなよ。俺たちもう46だぞ。なんでカスポンがクビなんて言うから。それはヨシポンがルール守れなかったからでしょ。もうしないからクビだけは。分かったよ。もうクビしないからもうとりあえず泣くのやめて。本当？本当だよ。約束する。約束だ。ありがとう。その代わりにこれあげるね。何これ。匂いつけ消しゴム。ありがとう。あ、じゃあ僕もなんかお詫びにあげるよ。あ、でも手持ちないからなんか欲しいのある？社長の椅子